この時間はクリック365為替情報のコーナーです。今週のゲストは東京金融取引所証拠金営業部シニアマネージャーの上野茂さんです。上野さん、お久しぶりですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、いよいよメキシコペソ上場ということで、いや今月末ということですね。ようやくですね、やってまいりました。10月30日、月曜日スタートということで、まあ、あのクリック365取引所 FX のですね、新たな通貨ペアです。まあ、高金利通貨というですね、グループに入ってますメキシコペソ円ですけれども、まあ、あの FX をご存知の方ですと、まあ、あのドル円とかユーロ円とか、まあ、主に取引されている方がいるかもしれません。でここの今ですね、見えているところの下の段に必要証拠金というので金額書いてますが、例えばこれまあ最低必要な金額ですが、スタートするのに2万4000円程度からスタートできますよということで、まあ、本当にお手軽にですね、スタートする金ことができる金額にもまあ設定できるような、そういう商品設計で、あの10月30日からスタートを予定しております。メキシコといえば対トランプ氏との関係とか、直近では大地震があったりとか、何かと揺れ動いてはいるんですが、そうですね、実態為替とかどういうイメージなんでしょう。はい、今日ちょっとですね、このチャートということでちょっと古いんですが、2017年の7月31日までというところで、レートの推移を持ってまいりました。2017年のですね、まあ、年始からというか、まあ、トランプさんが政権取った後の動きとかもありますけれども、壁を作るだとかですね、いろんな話がある中で、メキシコペソ別に値段が下がるとか大きく動くとか、そういう局面ってなかったんですね。むしろここで見ていただくのは若干底堅いようにも、まあ、見えるような動きになってます。でドル円なんかですと、今日こちらの放送でも取り上げていただいてますが、112円台ということで、皆さん数字の馴染みもあると思うんですが、ペソはですね、これ値段としては今 6.3 円前後の水準に今なっております。で、まあ、とにもかくにもですね、こう底堅く今動いておりますので、まあ、投資していただくにも、まあ、非常に今いい時期なんじゃないかなということで、上場と本当にいいタイミングで折り合いがついたなというふうに考えています。一回枠取りがある程度出尽くした感じでもあるんですよね。そうですね、とにもかくにも成長視聴力ですとか、そういうのが高いんですよね。それで冒頭申し上げた通り、これ高金利通貨ですので、まあ金利というのは皆さんご存知の通り、まあ例えば100万円なら100万円お預けして、金利がつけばその分、まあインカムですね、ベーシックインカムということで、プラスでお金を得ることができるんですが、メキシコについてはですね、これ今 7% ですねになっております。トルコですとか南アフリカ、まあ、実はこの2つのですね、通貨ペアもクリック365では大変人気のある通貨ペアなんですけども、この2つと並んで、メキシコペソもですね、高金利通貨なので、まあ、期待を持っていただいている方が多いんじゃないかというふうに考えております。さらにそれ以上に意外と格付けが高いんですよね。そうなんですよ、これね、まあ、私もそうなんです、不勉強だったんですが、私もこれ商品のですね、PR を始めてもう数ヶ月経つんですが、実は一番最初気づかなかったのが、メキシコって本当に格付けが高いんですよ。A ランクということですね。まあ、確かにこれ石油持ってますもんね、ここね。これ出所に書いてますが、S&P さんのですね、データを元に作っておるものなんですが、まあ、本当日本の次なんですね。でこういう国はですね、本当長期投資にも向いてますし、あと何かですね、大きな政治不安のリスクなんかも非常に相対的には低いというふうに見られてますので、まあ、初めての方でもですね、安心して取引に入っていただけるんじゃないかなというふうに思っております。これは大きなポイントですね。確かにそうですね、はい、格付けが高くて、しかも金利が高いということで、で今回ちょっと商品の仕様ということで、ちょっと文字多いんですが持ってまいりました。緑のところだけ少しご丁寧にご説明しますと、取引の単位が10万通貨単位というふうになっています。ですので 6.3 円というふうに先ほど申し上げましたので、まあ63万円取引の金額の大きさになるんだよということで、ご理解いただければと思っております。で株なんかにもありますけども、最小の値幅単位の相当額というのが値段が 0.005 刻みで動きます。ですので500円ですね、一番下のところが動けばプラスマイナスで500円、損益が出るということになります。まあ、非常にちょっと思い切った例で言いますと、例えば今メキシコペソ円の為替レートが 6.3 円なのが、買って7.3 円になると1円上がりますよね。でこの1円かける10万なので10万円の利益が出ますよという、まあ、そういうような商品の大きさ、サイズ感になっております。悪くないですね、63万円で10万円。そうですね、はい、本当にそういう意味では、まあ、ただ先ほどちょっと申し上げたように、あまり大きくですね、まあ、
昨今ですが大きく値動きしてませんので、うん、そういう意味ではスワップポイント、うん、まあ、この金利狙いでお取引いただくというのも一つあるかもしれません、うん、なるほど。で、まあ、繰り返しになりますけれども、あ、すいません、取引時間ですね、はいはいはい、こちらがあの他のクリック365の、まあ、商品と同様でして、月曜日、まあ、当日10月30日もそうですが、うん、7時10分から取引スタートとなります。で、FX についてはほぼ24時間クリック365取引できますので、うん、これ翌5時55分まで取引ができますよという商品になっております、うん、なるほど。移行火曜日から木曜金曜日、うん、まあ、土日以外は全てですね取引ができるということですね。で、必要証拠金ちょっと重複してしまいますが2万5000程度でスタートできる予定ですが、うん、こちらですね、いろんな情報の我々のホームページ等でですね、今メキシコペソに関する情報なんかを逐次あの、うん、公開しておりますので、まあ、そこをご覧いただければと、うん、この後ご紹介もいたします。はい。で、ここで詳しくはということで、うん、今ですね、取引所の専用ホームページ、まあ、ランディングページというのを作りまして、うん、これちょっとホームページのちょっと画像を切り取ってきただけなんですけれども、うん、あのこういうコンテンツで、出ております。なのでクリック365って、うん、ウェブで調べていただくと、うん、まあ、ここにいろんな情報が集約されているということになってます。で、なかなかですね、本当にここ項目だけで申し訳ないんですが、先ほど触れたあの商品の概要ですとか、はいはいはい、まあ、あとメキシコ自体の特徴ですね、うんうんうん、まあ、ちょっとここではですね時間の関係もあって詳しくは触れられませんが、例えばですね経済成長力が非常に高いであるとか、うん、あとまあアメリカとの貿易がですねかなり比率が高くて、まあ、あとはトランプさんもいろいろやってますけども、うんうん、アメリカの工場なんていうね、そういう見方もありますので、まあ、これから世代なんかも非常に若い国ですので、うん、成長力のあるそういった国の特徴なんかに触れております。一時の壁論争ってのもほとんど今も消えた感じですよ ね、なんかちょっと作ったみたいな話がね、全然ありましたけれども、うん、まあ、それによってね、レートが動くとかそういうこともなく、うん、まあ、比較的安定的に、うん、値段も推移しているという状況ですね、うん、なるほど。そしてこれはそうですね、はい、これがですね今回ちょっと新しい取り組みで、うん、見て得するというところをやってみました。動画コンテンツですね。最近ですね、我々も一生懸命このホームページに文字を作ってもですね、うん、なんか読むのちょっとめんどくさいなとかですね、うん、あとやっぱ見るとずっとこう見てなきゃダメじゃないですか、はいはいはい、これ画像で動画を作ってますのでちょっと今日動かないんですけども、うん、ホームページ行っていただいてここボタンを押していただくとなんかやりながらテレビ見ながら取引のやり方等々がっていうことですか。これですね、基本的な知識をですね、うん、我々の方で石川先生という方にですね、うん、講演していただいてそれをこうまとめた内容になってます。で、ここにあります通り、まあ、グラフが出てますけども、うん、例えばその対貿易石川久美子さんですね、はい、そちらの方に、はい、作っていただいてます。ストックボイスでもおなじみの石川さんね、はいはいはい、ソニーフィナンシャルホールディングス、はい、なんでそういう情報を、うん、はい、これ何かしながらでも、うんうんうん、気楽に見ていただけますんで、ぜひこれ活用いただきたいなと思ってます。なるほど。あとは、まあ、歴史とかですね、うん、政治経済もそういうのを全部知らないとなかなかやってみたくないよというようなご心配な方はですね、うんうん、こういったPDF ファイルのダウンロードのページなんかも作ってますので、これもぜひ見ていただければと思っております。まあ、どう考えたって日本のゼロ金利まだしばらく続きそうなだけに、そうですね、やはりこういう通貨、特にこの、はい、格付けがね、鋭格付けっていうのはこれは何か本当にちょっと先ほどびっくりしたんですけど、すごいですね、ということですから対象としては本当に問題ないですよね。あれもそのやっぱり流動性というか、まあ、メキシコ自体の安定性ですとか、うん、まあ、そういういろいろ大丈夫だよね大丈夫だよねっていうのを、うん、一個一個準備してですね大丈夫だということで取引所がこう判断をしてですねご提供を始めますので、その点は皆さんにも安心して取引にご利用いただければなというふうに思ってますね。なるほどね、はい、さてこれがご紹介いただくのも、そうですね、はい、それで、まあ、もっと知りたいということで、うん、我々の方でですね東京金融取引所の主催のセミナー、まあ、申し込み受付中となっておりますが、実は、一番福岡、うん、2017年10月10日こちらですね、うん、明日福岡 で、はい、で申し込みちょっと終わっちゃってますが、ますね、武者良二さんと先ほどのソニーフィナンシャルホールディングスの石川久美子さん、また小川真紀さんも登場されるということですね。登壇されます。我が番組の常連の方ですか。そうですね。で14日がそれ15日実はストックボイスの名古屋フォーラムもありまして、うんうん、クリック365さんも
ブースを出してくださるということですね。うちもですね、ブース出させていただきますので、こちら名古屋ですね、はい、はい、そちらでも、まあ、ここに書いてますように質問してください。ぜひ、我々もですね、皆さんも、私も、名古屋に参りますので、名古屋フォーラムは受付は終了してしまってるんですけれども、まあ、お越しくださる方は上野さんにもお会いできるということになっております。はい、ぜひ、いろいろ聞いてみてください。本当に大丈夫なのかとかですね、どういう値動きするの、あと他の通貨、まあ、クリック365、あとクリック株365も我々いろんな商品取り扱ってますんで、まあ、本当にこういう機会あまりないんですので、ぜひぜひ質問ぶつけていただければと思っております。上野さんからご覧になってどうでしょうか。お客様ってこの MX ってかなりその盛り上がってきてるとか、株と比較してどうかとか、どんなイメージですか。まあ、私もですね、まあ、秋のシーズンなんか特に結構ですね、多くのセミナーにブースですとか講演の機会があるんですが、FX については女性ですとか、あと若い方、まあ、こういった方もかなり増えてきてますね。で、我々取引所ではですね、本当に安心、透明信頼ということで、本当に皆さんにですね、長期目線で取引される方が多いので、まあ、そういう方は特にですね、若い方がもう長い目線でスタートする方が多いかなというふうには感じてますね。はい、若い人女性多いね。そうですね、うちも、はい、そのクリックフェスティバル2017、まだ受付を、ね、そうなんです、11月3日の大阪、はい、こちら受付ですね、しているということでして、こちら11月3日は大阪では、ニューヨークの堀子秀地さんが、登壇されるということです。そしていよいよ11月23日は東京ということになりますね、はい、これ最大のやつ、はいはい、小川真紀さん、岡崎亮介さんといったストックボイスでもおなじみの方々をはじめとする本当に多彩なゲストをお迎えする予定となっています。各会場ともに入場無料となっているんですけれども、事前にお申し込みが必要です。詳しくはクリックフェスティバル2017公式ホームページをご覧ください。クリックフェスタで検索していただきたいと思います。東京は本当毎年ですね、もう1000人規模でやってますんで、ぜひぜひお申し込みいただいて、まず聞いてみる、話を見てみるとかですね、実際来ていただくとより、理解が深まると思いますね。はい、ということでクリック365為替情報のコーナーをお送りしました。上野さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。